皆さんこんにちは、ペダヒカリです。琴平のキューマうどんの近くにあるカーブで撮影してきましたのはずだったんですが、ぼやけて分かりにくいですね。気を取り直して友達のでも見ていきますか。友達が吉間パーキングエリアで撮影してきたようです。瀬戸大橋の上をマリンライナーが通過していきます。友達も撮影するのが上手くなってきましたね。で、行き違いに南風が通過しているようなのですが、と下り列車見づらいですね。最後まで見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で。